おはよう。ありがとう。
はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はバンテックさんの10480スキップをご紹介させていただきました。前編では外装編と運転席編、それからエントランスの乗り降り、その後ちょっと内装を映すという形でやらせていただきました。で、この車ね、ご覧になってわかると思うんですけど、ボディサイズが結構小さめなんだよね、ジルの中では、うん、そう、結構取り回しが効きやすい車体のサイズになっております。さっきお話伺ったんだけど、後ろのタイヤって本当は大きいからさ、シェルが、うん、少し外に出すんだよ、うん、だけどこの車は標準のまま中に入ってるから、足回りとかが結構しっかり、そういじってないことによってね、なんでね、普通に本当に運転とかもすごいしやすいらしいんですよ。まあ、そんな感じの、まあ、外装、それから最後の方としては内装なんですけど、またこれもさ、キャブコンじゃない感じのね、内装なんだよ。まあ今見えてるか、今見えてるんだけどパッと見ね、バンコンなのみたいな、このレイアウトって結構バンコンで多いんですよ。だけどキャブコンなんですね、で、一応コンセプトというか、そういうの伺ったところ、バンコン以上キャブコン未満っていうね、一応そういうコンセプト、サイズというか、そこのちょうどいいラインを攻めたような車両になってるんですよ。で、結構4人とか座れそうなんだけど、これね、2人旅とかで使ったらやばいね。贅沢よ。半端ないと思う、相当半端ないと思う。まあそういうなんか日本一周にも適した車体ということでね、ご説明いただいたんだけど、まさにそうだよね、もう面白いんですよ、本当に。だったらお座敷スタイルで過ごすのとかね、俺ならこう使うなみたいな、なんか想像がね、なんか今までの車両とはまたちょっと雰囲気が違うからさ、なんか面白かったです、想像が。ということで、こんな感じで前編は終わりにしたいと思います。次回ね、内装編詳しくね、またやっていきますので、ぜひぜひお楽しみにしてください。ということで、はい、今回の動画が良かったと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。